あなたの身近にある奇怪にして不可解、奇妙にして不気味な事象、陰惨な事件、凄まじい怨念、祟り、呪い、怪奇、心霊現象、あなたはもう帰れない。横浜の郊外で人の顔が出てくるタイヤホイールがあるという噂がある。横浜の郊外には自動車関連の店が数多くある。そんな中に人面が見えるタイヤホイールを売っていると噂される店があるという。見ただけでは何ともないタイヤホイールなのだが、その中に人面が見える時があるというのだ。実際に見た人は少ないが、その顔は悲しげな顔だったという。その話を聞いた霊媒師が調べたところ、その店は幹線道路に近いことから、ひき逃げされた被害者の霊が取り付いているのだという。目撃者の話では、見ることができるのは満月の晩だけだという。見るだけなら何も起きないらしいが、その顔に触れるとたちまち魂を抜かれてしまうということだ。この店の駐車場を出る車を撮影した映像がある。ご覧いただこう。もう一度ご覧いただこう。やはり人面タイヤホイールの噂は本当だったのだ。